どうも、実様です。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも実様です。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ポケットの中の戦争限定戦というね、クリスマスイベントが行われておりますのでね、アレックス、普通のアレックスですね、レベル7まで一応解放されてますけど、実様これレベル4ですけどもね、走行2で出撃してみたいと思います。ということで、メリークリスマスですね。はい、今日は12月24日なんでね、メリークリスマス、はいですね。兄様ね、ヘリウムさんにね、プレゼントしました。プレイステーション4をね、プレゼントしました。バトネクに使うことができたお金だったんですけどもね、まああのバトネックに課金はもうほぼできなくなっちゃいましたけどもね、まあ、ヘルムさん喜んでくれたんでよかったんじゃないかなと思いますね。2人でねモンスターハンターワールドをちょこちょここの先していけたらいいなと思っておりますね。あとね、今ねプレイステーション買うとね、なんとね、あのみんな大好き、みんな大好きなゲームミンゴルがついてきますね。ただでミンゴルついてきたんですけどもね、やらない可能性が非常に高いですけどまあなんかおまけでゲームもらいましたね。はい、クリスマスどころかな、トトトトンということでね、よいしょ。はい、イベントの方はね、ケンプファーとウルアーマー、チョバムアーマーアレックスがもらえるというねイベントをやっておりますけどもね、貴様はどちらも出ておりません。ケンプファーが今8枚ですかね。でアレックスが6枚ぐらいしか出てないかな。あんま出てないですね。いたー、ほいー、いたー、なかなかね、防御力高いんでね、前出やすいんですけど、味方か、よいしょー、ブレイク、ケイ、いい感じですね。はい、クリスマスね、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。あは死んだ。クリスマスですね。で、学生さんは冬休み。で、コメントの方にね、もう来年、受験、試験だからゲームできませんっていうコメントもね、いただいたりしてね、そういう人もいますよね。まあ、今ね、踏ん張ればね、大学生、まあ、高校生になるのか、いろんな人おるかもしれないですけど、はい、大学生になったらね、結構遊ぶ時間も増えたりするんでね、今頑張りどころだと思います。はい、まあ、バトネクはね、あと1年で終わることはないでしょうね。2年ぐらいは多分ね、プレイできると思いますんでね。よいしょ。はい、そんな焦らずにね、今やることをしっかりして、帰ってきてほしいもんですね。今できなくなってる人もね。はい、アレックスね、いいところ、足が速いんですよね、歩くの速いんでね、今みたいにちょこちょこ歩いてるだけでも結構ね、弾かわせたりしますね、と。ニュータイプ打ちになっちゃった。はい。あ、ニュータイプ打ちになっちゃった。入って。はい。お、チームはなかなかいい感じですね。敵さんはね、アレックスがいっぱいなんですよね。4機ぐらいアレックスいた気がしますね。OK。はい、アレックスいいですね。機動力も高いしね。この腕ガトリングもね、意外とね強いんですよね。ナイス味方。貴様はもうダメかもしらん。あ、死んだ。はい、さあ、あとね、このイベント、ポケットの中の戦争イベントはね、25日月曜日の夜までありますんでね、時間が限られております。で、イベント中にね、ログインした人はみんなね、エンブレムが2つもらえるというね、イベントになっておりますので、入った。はい。ということですのでね、皆さんね、できれお時間あればね、出撃してみたいな、どうですかね。はい、勝ちポーズね、この仁王立ちの勝ちポーズね。左上にちょっと映ってますけどね、爺様のは見れなかったですけどもね。はい、最後無駄に死んでしまいましたね。
ということでね、クリスマスですのでね、まあ、特に何があるってわけじゃないですけどもね、まあ仲間なり家族なりね、皆さんそれぞれのいい時間を過ごしていただければいいんじゃないでしょうか。お、素晴らしいアシストマンだったんですね。たくさん死んじゃいましたけどもね、はい、ダメージもまあ死んだ割には取ってるかなという感じで、よかったんじゃないでしょうか。ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。メリークリスマス。